あなたの人望があれば兵も集まるはず。町には人このご時世戦に出俺らを見戦に出このご時世すまない孫悟の勝利は胸が本物だったな想定していたよりも大舞台となりました。これなら大きな成果を期待できそうです。ちょうど船着き場の準備も整ったようです。いつでも乗船していただけます。
よし、シュータイ。その調子で進むのだ。強敵と見える。我が策の見せ所であろうな。強敵と見える。我が策の見せ所であろうな。崩れかけてるな。よし、ピンときた。このまま一気に畳みかける。この天候のせいで船も損壊。果たしてどこまで持ちこたえられるか。して船団を崩すだと。敵は水上の戦も練り上げてきたか。南船北馬などといつまで侮る気だ。俺たちの機嫌、水の上でも見せてくれるわ。
やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将、俺が打ち取った。柔体、その力本物だな。自分を救うのは命がけだったはず。この恩義、決して忘れまい。俺たち。前に立つとは勝者だ。格の違いを教えてやるとしよう。偉そうなやつだな。その傲慢、俺が打ち砕いてやる。敵の要所を叩く。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。これが孫悟の力か。悔しいが、ここは引くしかねえぜ。何かの間違いだ。俺がこんな奴に負けるとは。敵将は、俺が打
貴様らが孫悟の戦術を指揮する者か。我が絶技の前に倒れるがいい。受けて立とう。この御使命の治癒活目せよ。俺たちの手で要衝を落とす。行くぞ。遅れずについてこい。孫策に会計を追われ、義に仕えてなお孫権に敗れると。こりゃダメだ、まるで歯が立たねえ。一瞬敵と見える。我が策の見せ所であろうな。負ける気はしなかったんだけどな。俺の勘、
水で錆びついちまったのか。あなたの部には乱れがない。というと流れる大河のごとくですね。強敵と見える。我が策の見せ所であろうな。強敵と見える。我が策の見せ所であろうな。ここを奪われるわけにはいかないんでね。早々にご退場願おうか。譲れぬはこちらも同じこと。天正苑、愛しき孫悟のために戦わん。止まれ、ここは用地だ。守らねばならん。どうにもならん。敵将が俺が討ち取った。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。敵は強い。堅実に戦え。強敵と見える。我が策の見せ所であろう。やるもんなら仕方ない。ここは引いておくとしよう。これは結構な深手だ。
有力な将に手傷を負わせられたか。この学士の連携うまくいったようだ。ヨド死ぬんじゃねえぞ。今助けてやっからよ。さて、そろそろ行かなきゃね。お客さんの痛いとこ、ふとしましょうか。ジスコを奪われると、私のしたことも敵を侮っていたか。まさかあんたに助けられるとはね。いや、すまない。助かったよ、分かんねえ。どうよ、当たり前だろ。俺たちは同じ孫悟の仲間なんだからな。俺たちの勝利。総比殿はご無事とのことです。負け戦も士官には良い経験となろう。しかし援軍が見込めぬのは厳しいな。来るがいい、孫悟の将よ。自分が立て止まり、飛行を退けん。なんだかお互い目立たない役もありだな。いい、やることはやらないとな。この地は自分が守る。皆も備えを固くして何者も侵入させるぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。目標は決まった。いざ援軍開始。無理こいつ。ここは引かせてもらう。しかし自分が飛行らを押しとどめん。いや、これは参った。無理はしないで下がった方が良さそうだ。俺たちの勝利だ。報告、石帝が孫悟に奪われました。宗神が敗れるとはな。これでは石帝からの増援は期待できぬか。
孫賢明、なかなかの戦上手。高等孫賢、いい光景を得たではないか。安心している場合ではありませんぞ。ここは私と巨著殿で敵を迎撃しましょう。よし、ここで防御体制を取るのだ。見に来す。見事な分、感服つかまつった。それまた戦場で相まみえん。そうそうさま、ごめんよ。おいら腹減っちまって、もう戦えねえだ。一生これを成し遂げた。十代、その力本物だな。超能力の前にならば撃つのみよ。こつ、もはや生かざるを得ぬか。思考は放棄せず、全員退却せよ。よし、曹操を退けたぞ。みんな勝ちどきをあげよう。こんなもんかよ。口ほどにもねえ連中だぜ。これで諦める連中じゃないだろうけどね。まあひとまずは俺たちが勝ったってことで。二人ともよく協力して戦ってくれた。やればできるではないか。協力？冗談はやめてくださいよ。結果的にそうなったってだけですよ。確かに協力はしてねえな。俺が危ないところを助けてやっただけだしよ。冗談、あのくらい一人で突破できたっつうの。戦が終わった途端これか。まあいい、見ようによっては仲がいいと思う。誰がこんなやつと。言えんか。あれはあれで息が合っているのだろう。自分たちには周遊殿ほどの偉大な治癒はない。だがああやって力を合わせれば周遊殿が目指した先へと進めるかもしれない。仲間か。改めて言葉にされるとおもはゆいな。だが確かに俺たちは仲間なのだ。それぞれ違うことを考え、違うものを見る者同士が同じ旗のもと互いを認め合いながら戦う。それが孫悟の強さ。孫悟が天下へと進むための力なのだ。そうだろう周遊殿。